カルロス・アドリアーノ・デ・ジョス・ソアレス・アレモンこと、カルロス・アドリアーノ・デ・ジェズス・ソアレスは、ブラジル・リオ・デ・ジャネーロ州の場、イグアス出身のサッカー選手。2005年に、J2 の京都パープル・サンガに期限付き移籍し、J1 昇格に貢献した。J1 昇格後の2006年は活躍できず、6月に J2 の横浜 FC に期限付き移籍する。横浜 FC では、 クラブ初の J1 昇格に大手をかけた敵地、サガントス戦で決勝点を挙げるなどを貢献した。横浜 FC では途中加入にもかかわらず、24試合1620分の出場で得点ランキング6位の18ホールと、およそ90分につき1点を挙げる活躍を見せ、J2 チームの J1 昇格に、再び貢献した。しかし、来季の契約が物別れに終わり、わずか半年で、 横浜 FC を退団した。2007年初めに、ブラジルの SE、パルメーラスに移籍したが、膝の人体帯の負傷で、血状期間が長かった。2007年7月8日、ブラジルのリオデジャネイロ州にて、交通事故により23歳で死去した。古巣であった横浜 FC は、彼の死去後の7月9日と10日に、ホームグラウンドである。 三沢公園球技場に喧嘩台を設け、雨の中多くのサポーターや選手が駆けつけたという。また、2005年から約1年半在籍していた、京都パープルサンガも、死去後の7月11日の試合で選手が模章をつけ、彼の死を言ったんだ。14日の試合に勝利した際にも、選手や監督から、この勝利をアレモンに捧げますというコメントが出されている。 サッカーイコール元横浜 FC のアレモンが、交通事故死2007年7月10日付ロイター2012年9月18日、閲覧 ABC、J2 日記、横浜 FC、アレモンが少し微笑んだ夜ジェイズゴールニュース2012年9月18日、閲覧、J2、第27節、山形 VS 京都、美濃部直彦監督記者会見コメント、 ジェイズゴール2012年9月18日閲覧、J2 第28節京都 VS トスレポート、雨の中、引き締まった守備を見せた両チーム。試合を決めたのは、徳重高明の前節で得た判断。ジェイズゴール2012年9月18日閲覧。ありがとうございます。